こんにちは、ベンジです。アンダーテールの続きをやっていきます。前回この古代文字を読んだら、実はモンスターと人間の戦力差はすごいあって、人間が一方的に惨殺したような格好になっ、うわぁ、この影が刺すとまた何かよからぬことが起こるよ。アンダイン来るんじゃない？やべ、そこに槍が落ちてくるのか。あ、下からか。下に。はいはい。あれに刺されると多分避けるパートが始まるんだと思う。どっちだ。なんかいい感じ。上だ。あ、違う。あ、違う。下か。なんかスライムみたいだよこれ。っていうか曲がめちゃくちゃかっこいいな。いや、アンダーテールの曲全部かっこいいな。いい曲が多いっすよ。やる前からね、なんていう曲だっけな、なんかね、すげえかっこいい曲あるんですよ。ラスボスっつったかな、ラスボス戦っぽい。うわっ、うわっ、絶対当たっちゃう。ラスボス戦みたいな曲はね、すごいかっこいいんですよ。まだ、あれ？ダメ？あれ、でももう槍は出てこなくなったな。あ？追い詰められたか。うわ！ついに？ついに戦う？え？あれ？助けられた？今なんか槍みたいなのが降ってきてるな。こっちから聞こえたと思ったけどな。あれ、君はひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？え？ベンジって言うんだ。いい名前だね。僕の名前は、あ、また花だ。落ちたとこには必ず花がある。ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。あ、人間界から流れてきたゴミか。あ、ファミコンも入ってるね。黄色い名前がたくさん捨ててある。黄色い名前？なんだろう。失礼します。滝は洞窟の天井から流れてくるようだ。時々ゴミも一緒に流れてきて、どこまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのリサイクルを延々と見ていたら決意がみなぎった。ちょっと無理がある。自転車。錆びた自転車にそっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。いや、ホーンってなんか懐かしいね。今もう全部ベルだよね。わかりますかね、ホーンって。パフーってなるやつ。ボロボロのデスクトップ PC だ。中は空っぽだ。これはクーラーボックス。メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。中にはフリーズドライの宇宙食がいくつか入っている。宇宙食を拾う？はい。食えんのかな？あ、食えるわ。ペットの宇宙飛行士用の餌。アニメの DVD のケースだ。ケースの端には必死にかきむしったような爪痕がついている。あ！どこにでもある。バトルチュートリアル用のマネキンのようだ。ボコってみる？全力でパンチをお見舞いした。いい気分だ。お、なんだ？ごめんよ。貴様、この俺に手を出すとは大した度胸だな。俺はマネキンに取り付いてる亡霊だ。
俺のいとこもかつてマネキンに取り付いていた。そう、貴様がそのマネキンを破壊するまではな。我々亡霊は完璧な器を探し求めている。そして少しずつ少しずつ新しい体と一体化していき、いつの日か再び肉体を手に入れることを夢見ているのだ。生きてる奴らのように笑ったり人を愛したり踊ったりできるようにな。なのに貴様はいとこの恨みを奪った。許さん、許さん、絶対に許さん。覚悟しろ人間、その肉体に別れを告げてもらうぞ。俺がこの手で貴様の魂を引きずり出してやる。もうやってやろうじゃねえか。プンスカマネキンに行く手を塞がれた。アンドゥトワ。バカめ、バカめ、ブワカめ。俺の器を攻撃したところで痛くも痒くもない。俺は未だ実体を持たぬのだ、このデクノボー。待てよ、デクノボーって褒め言葉か。ああ、かわいい。あ、かわいいとか言ってたら食らっちゃった。あ、それを当てんのか。いたたたた、このデクノボーどもは。魔法攻撃を俺に当てるな。おい、貴様、俺が魔法と言ったことは忘れろ。いいな。一応叩いた。バカめ。とりあえず。そうそう、これ。よし。攻撃す貴様を倒してその魂をいただく。下から来い。来た。ああ、よしよしよし。鏡の前で睨む顔をした。そしてそのままこちらを向いた。貴様の魂を使ってバリアの外へ行く。ああ、やべ、当てることに集中しすぎる。自分に当たっちゃう。そしておしゃれな店のショーウィンドウの中に立つ。なるほど、マネキンになりたいのか。そうすれば全てが俺のものになる。うわっと、赤は初めてだね。うわ、しっくり光る。ああ、それといとこの無念も晴らせる。あー、当てられなかった。いとこの名前なんだっけ。よし、これだ。カモンカモンカモン。これ、あー、動かなかった。あ、これ赤くなってるってことは敵の HP がもうすぐってことか。でも見逃さないよ、こいつは殺意を抱いてるからね。弱い弱い弱い。よし、おい貴様ら、テクノボー、テクノボーめ。これさ、ここ行ってみっか。俺に向かって撃つなと言ったはずだな。貴様ら全員クビだ。この脳なしが捨ててやる。ああかわいそうに。あはは、よし、俺の本当の力を見せてやる。ゴミではない者たちのに代わりに戦ってもらうのだ。ウィーンという機械音が響く。マネキンロボ魔法ミサイル。よし。結構目押しがむずいな。マネキンロボもう一度。ああ、2周くらい回ったらそのまままっすぐ行くのか。マネキンロボ、この下手くそ。どうだ。よしよし、腕なしスカダンスをしている。ファイナルアタック。
やあ、狙えないよ。いけ、いけー。やあ、全部外した。う、嘘だろ。こいつら、さっきのやつらよりもっとゴミだぞ。もういい、もういい、もう知るか。仲間なんかいらねえよ。俺にはこのナイフがある。下から来いよ。ナイフ切れだ。でもそんなの関係ねえ。貴様は俺を倒せない。俺は貴様を倒せない。貴様はここでずっと俺と戦い続けるのだ。永久に、永遠に、いつまでもな。え、何それ。は、な、なんだ。うわあ、三セーブだ。クソ、もういい、あばよ。逃げられた。お、お前は。ごめん、なんか邪魔しちゃったみたいだね。君の友達帰っちゃった。どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。あ、でも前に君に攻撃されたことあったね。なんか気まずいね。ごめん、またね。いや、あの幽霊はまた出てくると思ってたよ。じゃあもうお家に帰るね。いい？間違えて家までついてきたりしないでね。きっと後悔するから。 OK、 ついてく、ついてく。お化けの町に行けんのか。あ、ついてきたんだ。この道を上に行ったところに住んでるんだ。だからこっちには来ない方がいいよ。分かった？ OK、 行く行く。穏やかな静けさで決意がみなぎった。でも他のとこもちょっと気になるけど、行けるとこいっぱいあるの。北ブルーク牧場、東ホットランド、はてな、テミー村、これか。あ、こっち鍵がかかっている。入れないのか。ダメだ。確かにお化けみたいな形してるわ。カタツムリだ。なぜだろう、どんな味がするか気になってしまう。でんでんむしむし、君はこれから長い旅をすることになるだろう。でんでんむしむし、遠く地平線の彼方まで。天狗にならず、いつでも謙虚でいなさい。あ、お化けいた。別荘が欲しいとずいぶん前から考えていてね。このカタツムリはお札を数えている。今ここにいたよ。あ、なんか気まずいね。今仕事中なの。ブルーク家のカタツムリ牧場へようこそ。まあ見ての通り従業員は自分しかいないんだけどね。前は結構繁盛してたんだけど、お得意さんがある日パタッと来なくなっちゃって、今じゃ月に1回ケムクジャラの人が来るだけ。んー、誰だろう。あ、ここレースするね。ゲームする？サンダースネイルって言うんだけど、カタツムリにレースをさせるの。黄色いカタツムリが1頭になったら君の勝ち。マジ？やる。スタートしたら Z を何度も押してカタツムリを応援してね。 Z ってどこだ。 B のことかな。準備はいい？え、ちょっとボタン違う？いや、合ってる。全然走んねえけど。え、火ついたよ。レッスン。ああ、カタツムリを応援しすぎたみたいだね。絶対失敗できないってプレッシャーに彼女は押しつぶされちゃったんだ。残念だね。Z 押せっつったじゃん。まあいい、こっち行ってみっか。あ、なんとかボックス。あ、今なんか入れた？あ、モンスター飴入れちゃった。丈夫な手袋入れるとこ。うん、そこの若いのガラクタばかりじゃが買っていかんかね。何でビチャビチャって。バトル中スピードアップ。あ、いいねそれ。ビチャビチャ欲しい。持った女神。うん、無敵時間延長。これは？これも無敵時間延長。え、これとこれあったらすげえ無敵でいられるんじゃない？いざという時のスピードアップを1個持ってりゃいいか。
売れる？はっ、ガラクタを処分しとるのになんでまた増やさんといかんのじゃ。ま、テミー村なら物を買ってくれるという話じゃがの。どこにあるかって？はて、どこじゃったかの。ちょっと教えてよ。あ、いいや。紋章って何？おや、お前さんあれがなんだか知らんのかい？まったく、近頃じゃこんなことも学校で習わんのかね？わっはっはっは。あれはデルタルーンと言うてな。この王国の紋章じゃよ。あ、あれか。我々モンスターの王国のな。わっはっは、洒落た名前じゃろ？わしがいつも言うとるように、我らがフアリン王のネーミングセンスは全くいけとらんからな。フアリン王？え、王様は何？フアリンっつうの？ドリーマーじゃないの？お気楽で気のいい男じゃよ。この国をあちこち旅しておればそのうち出くわすじゃろう。王はあちこち訪問して民と話すのが好きなんじゃ。あ？なんでわしがドリーマーのやつをフアリンと呼ぶかじゃと？これがまた傑作でな。はて、なんじゃったかな。ま、しばらく経ってからまた来てくれ。それまでには思い出すじゃろう。フアリンってドリーマーのことだったんだ。なんでもない。右は？完膚なきまでに打ちのめされた我々は根絶やしにされることを恐れ人間たちに降伏した。そして強大な力を持つ7人の人間の魔術師がその魔力で我々を地底の世界に封印した。封印の中に入ることはたやすい。しかし外へ出ることができるのは強き魂を持つ者のみ。これ先に進んじゃいそうだな。この封印を破る方法はただ一つ。7人の人間の魂に匹敵する強大な力で撃てばバリアは崩壊する。なるほどね。それを俺が今破ろうとしてるわけだ。それはいいことなのか悪いことなのかどうなんだろうね。こっちかな。お、向こう岸へ運んでくれるらしい。お願いする。飛べんの？え、めっちゃ遅い。落とすなよ、落とすなよ。よし、はい、ありがとう。じゃ、テミー村かな。あ、こいついつかいたな。あ、ここだったの？サンズ。いや、もういいよ。え、っていうか、回廊の音楽をここでまたできるってことだよね。回廊の音楽って全然分かんなかったんだよな。これ？いや、どう見ても回廊じゃないよ、ここ。え、でも、それかな？まあ、とりあえずいいや。そこだけ音楽が変わんのがなんか気になるよね。あ、これ。また！あ？なんだよ？あ？これも仕事なんだよ。そう。誰もいないようだ。あー、なんかボスは魚のあれだって言ってたよね。よし、セーブしとこう。ん？全部行った？行ったね。じゃあ何も気にせずこっちに行こう。うわ、あ、まだ。しかしこの呪われた地には入り口も出口も存在しない。したがって人間が現れることもない。我々モンスターは永遠に地底に閉じ込められる運命なのだ。うん。人間の魂が必要だけど人間は来ないんだな。ああ、電気つけると道が見える。あ、上もついた。え？嘘でしょ？
しボス、テミーが現れた。彼は手強い。テミー？テミー？うわぁ。弱かったー。テミー村がどうとかって言ってたからな。え？どうか。あ！こっちか。え？ここついてた？いや、後からついたんだな。これ何？え？怖っ。魔法の光もろうそくも持たないモンスターたちはホームへの道をクリスタルで照らした。ああ次元式ね。押してからしばらく経つと真っ暗になっちゃう。どっちだ。いやここで。え、釣り餌の匂いがする。釣り餌なのかこいつ。うわ怖っ。おおお。ああ全然。よしクリティカル。よしランパート上ね。もう見なくてもいけそう。あ、でもここにランプある。よしここだ。さてここは何があるんだ。あ、後ろだ。うわ来たー。何先にそこに後ろだって吹き込んどいたの。七つの人間の魂、それさえ手に入れば我らが王は、アズゴア、ドリーマー王は、アズゴアだけには関わるなみたいなことをあのママに言われたんだっけな。そうだよね。神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。良いか人間、これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を探し出せ。さもなくば私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。どういうことですか。え、アンダイン、俺も一緒に戦うぜ。ちょっとお前どっちの味方だよ。すっげえ、アンダインに会えたじゃん。やったな。しかも戦うところこんな近くで見られるぜ。まずそいつから殺すか。あれ、アンダイン誰と戦うの。わあちょっとこのこと父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。アンダインもなんか、ちょっと可愛いところ、あるね。ここ絶対なんか、あるよね。え？このこと父ちゃんと母ちゃんには言いつけないよね。え？カサカサ言うだけ？ん？ああ！ここ。うわぁ。私の願い事を教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？あ、それももう聞いたよ。笑うわけないでしょ。私たちが閉じ込められてるこの山の頂上にいつか登ってみたい。空の下に立ってどこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。笑い声が聞こえる。ちょっと笑わないって約束したじゃない。ごめんごめん。だって、私の願い事と同じだったからつい。へぇ。姉妹でね。だが、地底の世界にはこんな予言も伝わる。
地上見し者、すなわち天使は舞い戻る。あ、地上見し者、すなわち天使ね。天使が戻るとき、地底の世界は無人となるだろう。へぇ。一回地上に出た奴が戻ってきたら、皆殺しにされるってこと？おい、待てよ！来たな。なんか嫌な雰囲気。大丈夫？殺されない？俺こんなとこにいんのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に聞きたいことがあって。やべえ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ？は、はは。やっぱな、絶対そうだと思った。てかまあ、絶対は言い過ぎか。実はさ、案内に言われたんだ。あの人間とは関わるなって。ってことはつまり、俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺、苦手なんだよね、そういうの。はっはは。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。へぇ。な？やだよ。そんなことできない。なんだよ、じゃあ俺から言えって？はぁ、しょうがねえな。お前なんか大っ嫌い。はぁ、何やってんだろう、俺。帰るわ。いい子だな。あ、ちょっと。わあ、ちょっと、助けて、足が滑った。あ、ない、ちょっと。それどころじゃねえんだよ。大丈夫か？はあ、よかった。おい。俺の、友達には指一本触れさせねえぞ。へえ。俺が相手だ。アンダインもさすがにね。ああ、アンダインはいいやつなんだな、きっと。言っちゃったよ。お前のおかげで助かったよ。敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ。やっぱ俺たち友達やめられないっぽいな。やっべ、マジでもう帰んないと。父ちゃんと母ちゃんが心配する。お、じゃあな。んじゃ、またな。あ、転ばなかった。友達増えたね。3人目かな、友達。うわ、ここ何？うわ、7つ。7つの人間の魂、それが手に入ればアズゴア王は神となる。6つ。我らがこれまでに集めた魂は6つ。そう、貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だが、その前にここまでたどり着いた者には必ず、我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔。その話長くなります？と思ったが、えい、めんどくさい。時間の無駄だ。どうせ貴様は死ぬんだ。うわぁ！かっこいい案内。え？かっこ悪いんだけど、ちょっと。あ、魚人だった？おい、貴様。貴様がいる限り我々には夢も希望もない。アルフィーに借りた歴史書に描かれる人間は優しかった。だが貴様は、冷酷な悪党以外の何者でもない。この世界をうろつき、目に入った者は見境なく殺す。ああ、その通りですね。正当防衛だと？笑わせるな。貴様は決して闇にやまれず殺したわけではない。たやすく殺せるから、それだけの理由で戯れに罪なき者たちを殺したのだ。それを知った時の私の心の痛み、貴様にわかるか？ちょっとタイム。はい、すいません、戻りました。スノーフルの町の犬の兵士たちは命を奪われた。ああ、確かに。大切な仲間を殺されたこの気持ち、貴様にわかるか？だが貴様の悪事もここまでだ。これ以上は誰も殺させない。正義の勇者が全て阻止してやる。貴様の手にかかり苦しみ死んでいった者たち、貴様に打ち砕かれ塵となった夢と希望、この槍で私が仇を討ってやる。うわぁ、モンスターの決意の強さを今思い知らせてやるぞ。さあ前へ進みだろ、貴様は終わりだ。ていうか、女の子だったかもね。案内黒い風が鳴いている。決意がみなぎった。
ちょっと時間的にもう終わりたいところだけど、案内だけ倒す。覚悟ができたが、もう逃がしはしない。貴様は終わりだ。うわ、丸ちっちゃ。緑になった。勝負だ。いや、かっけえ。緑の間は逃げられないぞ。危険を正面で受け止める根性がなければ、お前に勝ち目はない。どういうことだろう。正面で受け止めろというのは、弾が飛んでくる方を向けという意味だ。ああ、そういうこと。いや、なんで敵が教えてくれんのそれ。なかなかやるな。ではこれを食らってみろ。面白い。じれったそうに取り跳ねた。我々モンスターは長きにわたりハッピーエンドを夢見てきた。いや、人間とモンスターどちらが悪いってことはないと思うよ。巨大な岩にスープレックスを決めた。特に意味はないようだ。ああ、すげえ。うわあ、この遊び場はここまでだ。戦争ってのはね。え、ちょっと、どっちが悪いってことはないんだよ。どっちも悪いんだよ。だから戦争は良くないっていうんだよね。はあ、少しはできるようだな。こっから普通にね、受けるのね。槍受けるのはもう慣れてっから。仮に私がここで倒れたとしても、もう差し違える気なんだな、こいつは。ほんと勇者だよ。うわっやられた。ちょっと近くに行ったら、アズゴア王に倒せなかった人間はいない。わあ、じゃあ今まで6人しか来たことないってこと。その全員が殺された。つまりここで私におとなしく殺されるのが貴様のためなんだ。わあ、よし。わあ、おぉ、むずい。癒するように見下ろしている。ああ、ずれちゃった。分かったらおとなしくここで滅ぶがいい。わあ、だからそれずるいって。よし、人間は一体何でできているのか。ちょあ、全然余裕だったな。普通ならとっくに死んでるはずだ。なんか回復しないでよ。確かにな。緑になった。黒い風が鳴いている。かっこいい。人間の決意は強いとアルフィーは言っていたが。え、ちょっ、いきなりさ、目の前に花粉が漂っている。うん、なるほど、そういうことか。どういうことよ。よし、もうちょいだわ。だが私も負けてはいない。あ、うわっ、うわっ、ちょっと回復します。スパイダー、どうなの。私の決意で終わらせてやる。ああ、よし。あ、違う違う、もうちょいだ。うわあ、死ねえ、さっさと死ねえ。え、今、うわあ、危ねえ。ほっほっほっ、あと3、4回くらい。これ以上邪魔はさせない。あ、これはもう全然余裕ない。一回も食らってない。
なんかだんだんダメージが通るようになってってるような気がする。最初そんなに当たってなかったと思う。気のせい。クリティカル、よし113。やっぱりそうだよね、弱ってくるとダメージ通るようになるのかな。うわぁ、貴様思ったより強いようだな。く、もはやここまでか。パンダイン。いや、まだだ。まだ死ぬわけにはいかない。アルフィーもアズゴアもパピルスも私が守らずして誰が守る。うわぁ、人間、仲間の夢と希望を救うため貴様を倒す決意は固い。うん、その程度か。よし、手伏せだ。なんとも言えないかのように微笑み、こいつをね、見逃すってことは私はしませんよ。騎士としてね、ちゃんと倒してやんないといけない。情けない奴め。さあ、貴様の本気を見せてみろ。ここで見逃すってことは、アンダイを侮辱することになるからね。きっちり倒してやれ。どうだ、モンスターの決意の強さを思い知ったか。足が消えてってる。強いよ、あんたは。はまだやる気か。やるさ。お前はここで生きたいわけじゃないんだろう。諦めない、絶対。早いの来るな。あ、来ない。弱ってる。ちょっと悲しい攻撃になってきたな。アルフィー、恐れていたことが現実になってしまった。こうなるのが怖くて私は打ち明けることができなかったんだ。いや、まだだ。こんなところで死んでたまるか。うわ、死んでたまるか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 。強かったよ、お前は。あ、セーブポイント消えてる。いやー、強いやつだった。あいつは立派な騎士だったよ。ウェルカム。もしもし、今何やってるの？ねえねえ、今度さ、貴様と俺様とアンダインの3人で遊ぼうよ。貴様とアンダインは気が合うと思うな。ああ、気が合うと思う。暇な時にアンダインの家に来てね。ウェルカムティー。じゃあ、ちょっとセーブポイントないけど、今日はここまでにしましょうか。いやー、やつの騎士道を見ましたね。本当は倒したくなかったけど、倒さないと失礼になるからさ。はい、ということで今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコン、または画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。